にゃ絶好調によっしゃ。なんかね、なんかサリーちゃんのパパみたいな頭にだいぶ落ち着いたか。よしよし、ではでは、今日もまだちょっと早いけど、ちゃちゃっとやね。今日はね、朝すごい感動することがあったんですよ。デイサービスにね笑いヨガをやりに行くんですね。笑いヨガはね、で今日はなんかもう笑いヨガってデイサービスって本当すごいんですよ。本当動かない幼稚園児みたいなね、でもなんかヨタヨタしながら徘徊して回るおじいちゃんとかおばあちゃんもおったりね。で今日はなんかやたらこう「ああ先生ね」ってなんかやたら話しかけられる日でね、やりよってもこう声がかかって「ああじゃあありがとうございます今日もね」とか言って「へへへ」とか言ってね、ハイタッチしに行ったりとかね、なんかこうとにかくすごい状況でねやるんやけど、ほんと終わった時に「先生!」ってこう呼ぶ人がいてね、で「ああどうしたんですか?」ってね、そこまで言っていたらね、こう必死にね、でも言葉もやっぱたどたどしいんやけど、でもその前月にね 何回かあんまさんに言ってたんやけど、先生のおかげで遺憾でよくなったって言うんですよ。ああそうなんですか、本当ありが本当ですかなとか、でもね、そのお礼を言いたくて言いたくて、いつもね本当にすぐ忘れようって、今日言えたけよかったって俺の手を握ってね、もうすごいねありがとうって言われてね。でもその人一応ね、笑いヨガをやりながら僕がずっとねやってるリハビリ体操とかもやるんですよね、間で。でもその人やってないんですよね、リハビリ体操も。そんなにだけど、あやっぱ笑うと免疫力上がるんですねとか言いながらね、もうちょっとこっちはうるうるもんですよ。いや実際デイサービスって行くと、やっぱねもう1年近く行ってるんですけど、そのだんだん笑顔がやっぱ多くなるし、本当週3回やってるうちのお母さんなんかも本当に周りと全然顔のね口角の上がりとか笑顔が違うんやけど、それでもね体の機能的なとこまで改善できるっていうのはちょっとこう見込めんかなってね。今の本当に80前後の人たちのデイサービスの方々って本当知らない間にこの生活環境の犠牲者ですよ、本当にね。食べてるものとか、運動不足とかそんなんで悪くなったのに、難病とか言われたりね、変形性なんとかとか言ってもう治らんみたいな感じに思わされて車椅子にされてね、本当は生活習慣さえ正せれば全然今からでも間に合うのに、もう諦めてるし、もうダメなんよわしのあれ、ここはもう人工なものが入っててとかね、もうダメなことを植え付けられてしまって、で3歳児の動けない3歳児みたいな感じに、みんな3歳児ね、保育園児みたいな感じにされてるんですね。本当あれを見ると、それでも僕を見てるだけでもいいですからねっつってね、笑顔をね、振りまくんですよ。でもそういうことを今日言ってもらえたんでね、本当嬉しかったですね。で帰りがけにね、今日昼からはお母さんを連れてね、ちょっと健康教室に行ったんですけど、帰りがけに今日もねお母さん15分エアロバイク漕ぐんですね。15分漕いでないんですよ、漕いでないけど絶対今日も15分漕けてよかったねお母さんっつってね、お母さんが来てくれるけ、俺親孝行って言われて本当ありがたいよっちゅうと、お母さんもあんたのおかげやっていう会話をするんですよ。で今日もそういうね、いや今日もね俺無前死で一番親孝行って言われるよね、お母さん本当ありがとうね今日も来てくれてとか言ったらね、ひとりさんがよく言うんですね、この世の中にね、まあ3と9ってね、3、9でいい数字ですよね、で4と9もいいって言うんですよね、ひとりさんはね、良くなる4、9って言ってね。ただね俺の前とね、斜め前とね、こうなんかで後ろの車とかね、でこうその車をちょっと動いてみたら、ナンバーが全部3と9と4と9なんですよ。ねなんかね感動してね、なんかもう神様がお前今日本当お前今日最高やねって、よくできたねって言ってもらえてるような気分になるんですね、数字を見るとね、っていうなんかたわいもない俺だけが感動したという、おかん今日すげえ俺みたいな感じで、おかんはありがたいなーって横でね言ってるだけですけど、ということでちゃちゃっと行こう、やべえもう4分行ってしもた、
行きますよ。第44話、思わぬ角度から。今日はね、古田さんやなこれ。行きます。20年前から現代までに変化してきた食品、ね、食べ物がね、本当特にこの10年で一気に変わりましたね。見事に美味しく味付けされている食品、添加物、着色料、化学的に作られた食品は体の中に残り、いろんな害を起こし、生活習慣病予備軍を大量に作っている。これちょっと言いたいことがいろいろあるんやけど、まあいいや、進めます。体は自分の体を守るためにため化学物質を排出する働きを機能させる、ね、悪いものを体に外に出すためにね、時として病によって排出することもある。化学物質の排出がどこで行われているかによって炎症を起こす部位と病名が変わってくる。皮膚から出そうとすればアトピー性皮膚炎、気管支炎で起こると喘息とかで、吐息とかね、吐息の中にもやっぱもう入ってるんですよね。とか出した時に唾とかね、痰とかね、そういう中に喘息で、関節で起こるとリウマチ、これが腸で起こるとクローン病や潰瘍性大腸炎となる。どこから出そうとするかは年齢によって異なり、排出する病名が異なることから、体の悪いものを体が排出してくれているとは思わない。もう病気と思いますからね、みんなね、難病とかね、男は肺の手術以来10年間アレルギーという名のつくものを全て経験した。このアレルギーというものに10年間苦しんできた。もうすごかったんですよ。手とかね、首とかケロイドみたいな感じになってね、もう薬のね塗りすぎでね、今現在全てのアレルギーを克服して気づいたことは、体はずっと男のために悪いものをあの手この手で排出していた。ね、体はね、いつも俺のために戦って、もうこうせっせせっせとね、アトピーとかね、気管支炎とかね、鼻炎とかね、いろんなものでね、外に出してくれてたんですね、本当に。そして体に心の底から感謝しているね、感謝 してる。本当この体すごいですよ。球技をやっている古田さんは体の故障以外にアレルギーをいくつか持っていた。目が充血してかゆみでまぶたが腫れたり皮膚炎が出たりしていたが、古田さんは持病なんですと諦めていた。目にね、充血したら目に来るのは肝臓ですね。で今はね、もう言うこと聞いてね、お酒もほとんど控えて、なんかことがある時だけ飲むようになったんですけどね、何年もかかりましたよ。でもね、やっぱ肝臓が弱ると目に来るんですね。そう、腎臓が弱るとね、耳に来るんですね。耳鳴りとかね、難聴とかね、メニエルとかね、でもうつながってるんでね。でも西洋医学って箇所箇所しか見、目しか見ない、 目しか見ないんでね、それが肝臓から来てるとかは分かんないんですよね。まあいいや。男はちょっと話を聞いてくれるようになった古田さんに、男が体験した体の仕組みを話してみた。古田さんの反応は苦笑いをしながら、寿命なんですという返答が返ってきた。まあそんなとこやろうと思う男だった。でも今はそうやってそのね、肝臓にいいような、食生活に変えてくれたんで、目のあれは ほぼなくなったんですよ。やっぱりね、ちょっとかかりますよ、時間はね。でも本当すごいですよ。最初はどこから手をつけようかと思うほどボロボロだった古田さんも、何ヶ月かトレーニングをしていくと気づくことがあった。小さい頃から背が小さく運動が苦手で、遊びでも体を動かすようなものには仲間に入れてもらえなかった。スポーツとは無縁、縁のなかった人生に突然付き合いで球技をやるようになった。ど素人で始めた球技はそこの環境でも、足でまといになり、指導者や選手たちに早くやめてくれムードを出された。故障しても今やめたら悔しいと意地だけで続けてきた。そんな環境の中で15年近くもね、すごい。でもね、なんか分かるね。俺も10年間ぐらいそのアレルギーで苦しみましたからね。古田さんのトレーニングを見ていて気づいたことは、そんなに体は弱くないということだった。ただ体を動かす順番がむちゃくちゃだったことと、
きっと小さい頃から運動音痴と脳に刷り込まれた過去があるように思われた。それでも古田さんはよく頑張って通い続けた。今まで刷り込まれた固定概念を1枚ずつ剥がしていった。一つのことをクリアするのに数ヶ月かかることもあった。クリアすることにやればできるという自信がついた。やり方を順番を追って教わらなかっただけね。強度を下げたり難度を下げてもらえなかっただけ。ちゃんとその人その人に合った順番、強度、難易度を設定してやれば必ずできるようになるね。だからできなかったらね、負荷を下げたりとかね、順番を変えたり、順番こういう順番なんですよって一からをこう順番通りに動くように教えたりとかね、していけばねできるようになるんですよ。こうして古田さんの脳はただやらされて壊れていく記憶からやればできるんだという脳に変わっていった。そして球技のコーチから最近ちょっと変わったなと言われるようになってきた。古田さんも以前より動けるようになってきたと自分なりに思えるようになってきた。前向きに進み出した時にやっぱりやってくるものは試験である。ある日古田さんはちょっと落ち込んだ顔でトレーニングにやってきた。あからさまに表情に出してくるところは男にとってメンタルトレーニングになるね。暗い顔してきてもそれを弾き返すような笑顔でね、明るくね、返さないといけないんですね。その暗い雰囲気に打ち勝つように絶好調ですかと声をかけた。古田さんは暗い顔のまま話し出した。いつも球技のコーチからは心折られていたが、最近コーチの身内に孫ができたり古田さんの動きも良くなったこともあって機嫌が良かった。そのコーチが急に、お前はいつもどんなトレーニングしてるんだ、そんな動きもできんのかと怒涛のようなダメ出しをしてきて、最後には男の批判もしていたとね、俺の批判もしていたですね。古田さんはちょっと泣きそうな表情だったが、男は優しく微笑みながら話しかけた。最近球技の練習中に俺の話とかしました？古田さんはコーチからどんなトレーニングをしているんだと聞かれるから言いましたけどと答えた。男はちょっと言おうかためらったが、古田さんのため理解はしてもらえない覚悟で話を続けた。今度練習の中で俺の話が出た時はあまり詳しく言わずに適当なことを言って早く終わらせてください。その後が肝心ですよ。最近調子がいいのはコーチのおかげですと言ってください。古田さんはそんな心にも思っていないことは言えないと拒んだ。男はこの先で言うチャンスがあればとお願いをしてこの話を終わらせた。もっと詳しく言えばよかったのかと後々思ったが、言っても誤解を招くだけだと思い直した。人の心理。長く一緒に物事をやり続けてきて、いきなり他の人間のおかげでその物事がうまく、その物事が良くなったと聞いてよく思う人は少ない、いないんじゃないですかね。男でもそのコーチの立場だったらよかったなと言葉では言うが、心はモヤモヤしてしまうと思った。なんかね、一緒にやってきて誰々のおかげでこんなに良くなったんですよ、いやお前それ俺言いよったやねえかみたいなね。俺も同じこと言いよったやねえかみたいな。選手たちからすると指導者とは人格など数段上の心の持ち主だと思い込んでいる。心の奥は誰でも一緒、上がったり下がったり、偉い人が言っていた。心とはコロコロと変わるから心と言うらしいね。ひとりさんが総本で言ってましたね。コロコロ変わるから心って言うんだよってね。その数週間後のトレーニングの時に古田さんから報告を受けた。昨日のトレーニングの時にコーチから質問を受けたと。最近はどんなトレーニングをしてるんだってね。古田さんはとっさに思い出して、普通に体幹トレーニングしてるだけです。そしてなぜかその時はスルスル言葉が出たらしい。最近コーチのおかげで調子がいいです、ありがとうございます。えらい、お利口さん。コーチはニコッと笑顔になり、昨日の練習はスムーズに進んだと。古田さんは続けた。もしかして私が嬉しそうに先生のことをね、俺男のことをですね、先生のことを話していたのがいけなかったんですか。男は言った。きっとコーチも嫉妬しているとは気づかずに言っていたと思いますよ、ね、怒ってたと思いますよって。これは人間の本能ですねって。なので以後気をつけましょうね。古田さんは笑顔で納得してくれた。
その後もこのコーチのおかげで男も古田さんもメンタルを鍛えてもらい、人間の心理を勉強させてもらえた。結構おじいちゃん先生なんですけど ね、おじいちゃんだからって言ってね、やっぱこんな、まあね、この世に生まれてくる限りは普通の人間ですよね。学ばないといけない人間ですよね。いろんな角度から成長してさせてもらえる環境に感謝する男であった。ちじくね。本当にね、この古田さんって方はね、よく頑張ってる。ゆいちゃんもね、よくその環境でよくやってこれたなって思うけど、その気持ちは分かるんですよね。俺もどうにもならないし、誰も助けてくれないけどね、その後遺症で本当にね、もう鼻炎とかすごいんですよ。もうね、最後も血海、青花じゃもう血海みたいなのが出てくるんですね。で、朝起きたらもう固まってもう息できないんですよ。でも食生活ですよ。本当にもうね、ね、耳は本当面白い。でも五臓六腑って面白いもので、ね、肝臓が悪くなると目に影響が出てくるとかね、だからとかね、肝臓が弱ってくるとね、右の肩が凝り出したりするんですよ。で、心臓がね、弱くなってくるとね、左の肩が凝ったりするんですね。で、心臓って本当、心臓と入ってね、心配って書くじゃないですか、ね、だから心配になってイライラしたり怒ったりするとね、心臓が悪くなるんですよ。で、心配してね、弱々しくね、こうふーってね、美人薄命じゃないですけど、こういつも心配になって弱々になるとね、肺が悪くなるんですよ。で、心配って言うんですね。だから本当ね、日本語とね、東洋医学ってすごいなっていうのと、その日本語っていうのはすごいなって、ね、肝腎要ってね、肝と腎ですよ。肝臓と腎臓、肝と肝腎で、要の横にね、月っていう字を書くとね、腰ってなりますからね、腰の中にあるその肝と腎、これもすごいね、肝心要ってね、そこが要なんですよってね、本当によくできてるなと思います。いろんなものが関与して、人間の体っていろいろいつも信号を出してくれてるんですね。で、見ててね、ほら信号出てるけどな、こういう人たちってこんな信号出てるけど、ね、お知らせが来たり試験がやってきたりしてるけど、どうなるんかなと思ったら、やっぱそうなるんですね。で、じゃあ教えてあげればいいじゃないですかって言うけど、教えるとね、昔はね、アホやけ教えたりしよったらね、余計なお世話なんですね。みんな、一人さんもよく言うんですよ、余計な借金してるやつに借金やめなさいって言ったらダメなんですよ。だって借金を経験したいんですから、こうしたらこうなるって、気づいて、それを自分でちゃんと改心してね、乗り越えないといけないんですよね。だから体の病気にしたって何にしたって、こう知識は入れてあげるんですよね。知識は入れてあげるんですよ。こういう風になったらこうなるんですよねとか、なってる人がいるんで、他の人の題材でね、僕の知り合いでね、こんな目に充血、目が悪い人って肝臓が悪いんですよねと、お酒とか飲んでるんですかねとか言ってね、なんか遠回しね、人のこと言ったりとかね、気づかれないように言わないとね、もう本当にね、パーンって変わるんですよ。というか、そういう経験があるから言ってるんですよ。もう最初の頃はね、良かれと思ってね、言ってたらね、全然良かれじゃなかったんですね。余計なお世話だったんですよ。魂はそれを経験させてくれって言ってるんですね。なので今はすごい楽ですよね。遠回し分からないように、気づかれないように言いながら、刷り込みながら、それでもその経験をするんですよね。でもその時に、経験した時にそういう知識があれば、立ち直るのが早いんですね。気づくのが早いんですね。で、俺が言わなくてもそういう知識を入れてるから、テレビに反応したり、他の本に反応したりね、なんかに反応してくれて、勝手に立ち直ってくれるんですね。で、俺はしめしめと思って見てるんですね。なんか意味わかる。
ちゅうことで第44話「思わぬ角度から」ね、えらい、ね、古田さんこうやってどん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 なんだかんだ言いながら、でも最初この人の典型的なパターンはね、最初すごい拒否るんですよ、あのそれは無理ですとかね、うん、でも後々来てね、なんかあれってこういうことだったんですかとなんか言ってきて、あのあすごいですね、気づいたんですか、手偉いですねってむちゃくちゃ褒めてね、そうだったんですよって言ってということで終わろう。20分過ぎた。大丈夫って10回よ。大丈夫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 。今日の良かったかなこれ。なんかすごい俺だけすごいウキウキして納得して、分かる人には分かると思います。なんとかなるって10回よ。なんとかなる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 。ついてるって10回よ。ついてる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 。よし。ついてる笑顔で。にゃー。ポチッ。